アメリカ・ホワイトハウスは2日未明、トランプ大統領74歳とメラニア夫人50歳がコロナ検査で陽性だったと発表しました。専属医は現時点で状態は良好で、夫妻はホワイトハウス内の居住区にとどまる予定と説明しましたが、高齢のトランプ氏は重症化も懸念されます。大統領選が約1か月後に迫る中、 の得意の大規模集会開催が当面難しくなり、再選戦略は大きな打撃を受けました。今月下旬にかけ、民主党のバイデン前副大統領との候補者討論会が、残り2回予定されていますが、実現できるかどうか不透明になりました。疾病対策センターは、陽性と判定された人に自宅隔離を要請しています。まずは 側近が陽性となった後トランプとメラニアも相次いで陽性誰もがかかる可能性があることを念頭に置いて行動しないといけないと思うただトランプや側近には悪いけどこれまでの新型コロナの対応を見る限りかかるべくしてかかったなぁからと思ってしまう